皆さんこんにちは、ダンクメアシです。というわけで今日もね、たくさんの試合があったんですが、レイカーズがねちょっと心配だということで、今回はその辺を中心に見ていきたいと思います。まあ試合自体は106対103でオーランドマジックを相手に接戦を制したんですが、まず思ったことは、オーランドマジックを相手にこんな試合内容で大丈夫なのかっていうことを。そしてマジックも決して悪いチームではなくて、フランツ・ワグナーやパウロ・バンケロなどいい若手はねいるんですけど、レイカーズが本気で優勝を狙ってるんだったら、マジックを相手にこの内容はちょっとまずいんじゃないかなと思いました。でもまあ開幕してからの3試合、最初がナゲッツで、そしてサンズ、キングスと当たってきて、今回がマジックだったんですけど、まあやはりそのプレイオフにも行くであろう3チームと比べるとちょっと違う感じでしたね。そうだから余計にね、この試合に関してはしっかりと点差をつけて、最近はオーバータイムなんかもあってフル稼働していたアンソニー・デイビスやレブロン・ジェームスなんかを休ませてあげたかったんですけど、むしろ途中まではマジックを相手に負けていて、その後なんとか追いついてやっとこさ勝ったって感じでしたよね。でも現在レイカーズにはそれよりも心配なことがあって、そう、八村塁の怪我。今日の試合の直前まではてっきり八村塁は試合に出るものかと思われていましたが、なんと直前で出ない判断になったそうで、その理由としては左目の打撲。そして八村塁は前回の試合でこの目を怪我したそうですが、ヘッドコーチのダービンハムによりますと、前回の試合中に八村塁が彼の目を押さえているのを見ていたそうで、しかも昨日の夜もなかなか寝つけず、今もライトの光に対してもかなりセンシティブになってるそうです。そして今後としては毎日様子を見ながら試合に出れるかどうか見ていくそうですが、いや、その眠れなかったとか光に対しても反応があるっていうことを聞くとちょっと心配ですよね。だからここに関しては彼の回復を願うしかないんですけど、これによって今回レイカーズのローテーションにも少し変化が出ていて、まずビッグマンのジャクソン・ヘイズのプレイタイムが若干上がっていました。ではまあスタッツとしてはプレイタイムは10分で無得点、リバウンドは2本だったんですけど、あとこれの影響でプレイタイムが伸びていたのはクリスチャン・ウッド。今回彼のプレイタイムは27分で3ポイント1本を含む9得点、9リバウンド、3アシスト、3ブロック、そしてプラスマイナスに関してはチームトップのプラス12と、かなり今日の勝利に貢献していましたね。ではまあ彼は八村塁のライバルでもあるから、ちょっと複雑な気持ちもあるんですけど、チームとしてはね、しっかりとリバウンドも取ってくれて、ディフェンスも頑張ってくれて、ブロックも3本決めてくれて、もうそれがプラスマイナスにもね現れていますよね。そしてあとはゲイブ・ヴィンセントもね、今シーズン初の3ポイントを沈めて9得点だったんですけど、彼はどっちかというと守備で貢献していた感じで、今後もレイカーズのディフェンスにはね欠かせない存在となってきそうですね。そしてあとは相変わらずアンソニー・デイビスが26得点、19リバウンド、5アシスト、1スティール、3ブロックと攻守にわたってかなり貢献してくれてるんですけど、開幕早々前回のオーバータイムも含めてフル稼働でプレイしまくってるんで、やはりちょっとその怪我がね心配ですね。まあだから繰り返しになってしまいますが、特に今回のような試合ではできたら点差をつけて温存したいところでしたね。ではまあ彼の他にはレブロン・ジェームスがね、試合の終盤にもクラッチな3ポイントを決めて、最後は19得点、3リバウンド、4アシスト、3スティール、1ブロックだったんですけど、もう彼に関して今日見ていて思ったことは、その彼の持ち味を試合の終盤にしっかりと出せるように、今後も彼のプレイタイムをねしっかりと調整してほしいですね。あとはディアンジェロ・ラッセルも3ポイント3本を含むチームトップの28得点で、あの序盤に決めたポスターダンクもね最高でしたね。そしてあとやはり気になるのは、なかなか調子が上がってこないオースティン・リーブスっていうのは、彼は今回も31分間プレイしてシュートは12本中5本成功の11得点、3アシスト、3リバウンド、1ブロックだったんですけど、なんかもう少しねそろそろ彼のプレイタイムを減らしてもいいんじゃないかなって気はします。でもまあ彼は昨シーズンくらいからねダービンハムがもう続行なんで、なかなかそのプレイタイムが下がるとか、あるいはベンチに下がる光景も想像はしにくいんですけど、なんかここをもうちょっと上手い具合に調整して、なんだったらちょっとそのガードの枠でマックス・クリスティをね試していくのもありなんじゃないかと思います。そして今回の試合も相手がマジックだったから、もしも点差が開いていたらマックス・クリスティが出ていた可能性も大いにあったんでしょうけど、まあそういった部分も接戦になっちゃったせいでなくなっちゃいましたね。でもまあ今回はね、あのディアンジェル・ラッセルやクリスチャン・ウッドの調子が良かったから、その辺は収穫なんですけど、まああとはキャム・リディッシュなんかもね、もうそろそろ調子を上げてほしいところですね。はい、というわけで今回もレイカーズを中心に見ていったんですが、皆さんは現在のレイカーズに関してはどう思いますか？コメント欄で教えてください。はい、てな感じで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。